んにちは、イッサです。毎日こう現場でみんなで作りながらどん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 変わっていくので、そういうこうところをまあ現場で感じていると、そこでやっぱりみんなで作っていく作品になっていってるので、すごく和気あいあいとした現場でみんなで本当に笑顔で楽しみながら、はい、やらさせてもらってますね。非常に元気のある明るい子で、まあ、現場でも本当にゆかちゃんと俺と江原とあとはラチ君と4人が一つの、まあ、チームで一緒にこれから旅をするんですけど、本当にもう出会ってすぐぐらいから意気投合して4人で本当に笑顔で絶えない感じでいるんで、なんかこの、まあ、年は離れてるんですけど、まあ、元気もらえたりもするんで、非常に現場を明るくしてくれる、そんなパワーを持ってる子だと思います。はい、そうですね、僕はカカシの役なんですけど、カカシはそうですね、まあ脳みそがないというか、カカシなんで藁でできてるんで、非常にこうふにゃふにゃとしたやつなんですけど、でもこの旅を一緒にするにつれ、自分にないものをみんなから吸収していきながら、みんなでそれぞれ自分に必要なものを手に入れていくというか、なんかそういうこう旅をしながらそれぞれが成長していく過程がちゃんと見えていくんじゃないかなというふうに思ってるんで、はい、その辺も楽しんでいただけるかと思います。はい、このミュージカルを見ていただけると、それぞれ本当にいろんな方が、出ていて、それぞれの人からいろんな元気をもらえると思いますし、本当に、まあ、明るくなってほしいこの今の時代が、これを見ていただけるとすごく元気をもらえたりとか明るくなれると思うので、ぜひぜひ多くの方に見に来てほしいと思います。